はいどうも、翔平 TV です。本日はですね、走れ大井チャンネルの大井くん、動画見たことありますかね。その中で、ローリングスのバッティング手袋が水に濡れても全然滑んない、むしろグリップ力が増すという言われるバッテがあるみたいで、それをね、紹介したんですよね。で、俺はどう考えても水に濡れてグリップ力が増すっていうのはないと思ってるんで、まあ、どのバッテも、どのメーカーさんのバッテも、やっぱ濡れると、やっぱこう、滑りやすくなっちゃう。はい、こちらですね。こちらです。こちら、ローリングスのハイパーレインというバッティング手袋になっております。じゃあ、素材はどんな感じかな？すごい繊維がこう、詰まってるってやつですね。繊維が詰まっている、はい。よく見ると、埋め合わされてるんですよ。埋め合わされている。どうですか？ナノフロントってやつですね。ローリングスのバッティング手袋、ハイパーレインは、実際に、本当に滑んないのかと、試してみて、実証したいなと思います。これが実際、まあ、濡れて滑んないのかとやっていきたいと思います。まずは普通にまずつけて振ってみたいと思います。どうですか？まあ普通の手袋じゃないですか。はい、はい、今これ乾いた状態ですよね。そう、乾いた状態です。はい、はいはい、全然乾いた状態です。まあ、全然普通の、あ、普通のバッテと同じなんじゃないかなって思ってるんですけど、はいはい、うんうんうん、まあこんなもんですね。はい、はい、実際に、水に濡らしてみたいと思います。おおうわやったな、やったな、やったな、うわおいびしょびしょ、ほらびしょびしょ、わかる、やばいですね、はい、いい、アマチュアビッシュ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 、ほらびしょびしょ、わかる、やばいですね、はい、いいやめちゃめちゃめちゃ、はい、あ、マジだやべえ、そういうこと、そういうことっす。なんかキュッてなった、キュッてなった、俺は閉まってる感じ、あロックされてる、マジか、やばいですよね、マジか、そういうこと、そういうことはい、なんかバッテっていうよりはなんていうんですか、この水を吸うとなんかすごい増さないですか、増す、増すような感じ、うん、わかるわかる、なんか言いたいことわかる、はい、なるほど、こんなびしょびしょになってもそこまで、そうなんですよ、マジか、全然滑んないわ、滑んないっすよね、うん、ハイパーレインいいね、ハイパーレイン、ハイパーレインっす、ハイパーレイン、雨ね、はい、すごい雨、めっちゃいい雨、すごい雨、はい、雨、はい、というわけで実際にやってきました。これ本当にね、嘘かと思ったら本当でした。本当にグリップ力増してました、これ滑んないっす。まあ、よくあるバッテは大体ここね、濡れるとやっぱ滑るんですけど、これいいかもしれないです。惑星太陽カラーもあるそうですはい、そんな感じでこのバッティング手袋欲しいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた会いましょう、さよなら。こちらに立つとも、1名様ですね、1名1名2名様にプレゼントします。はい、はい、というわけでこちら新人佐藤さんからこちらのサイン色紙とバッティング手袋、これはロッテ時代の最後のバッテだそうで、こちらを、翔平 TV 視聴者の方にプレゼントします。応募条件はチャンネル登録と熱いコメントよろしくお願いします。プレゼント出します。へぇ、はい、上手ですけど、モンタースポーツさんのインスタグラムをフォローと、動画にコメントをすること、そして翔平 TV のチャンネル登録を、すると。本日のご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。8月は毎日投稿、そしてプレゼント企画もやっておりますので、どんどん動画を見てください。よろしくお願いします。最強に熱いこの夏、皆さん頑張って乗り越えましょう。皆さんの野球人生が最高のものになりますように祈っております。ではまた見てねー。